新型コロナウイルス感染拡大の影響で子どもたちの休校や外出自粛が続く中、大阪の NPO が決断したスーパーファミコン100台の無償提供。その呼びかけに約5万件もの応募がありました。レトロゲームを通じて届けたかった思いとは、代表に話を聞きました。北林真也、画像。懐かしくて失神しそう。マイク付きイーコン、ディスクシステム、日立 MSX、マッピーロムカセット。